はい、皆さんこんにちは、ママキャンです。今日はこういうダイソーの安心ミラーというのと、こうベイビーミラー、ブラインドなんとか補助ミラー円形、これをアマゾンで買ったので取り付けてみたいなと思います。こう運転してて結構助手席側の後ろを確認するときにあんまり見えなくって見づらくて怖いんですよね。なので、おーすごい、で、よいしょ、わ、これ説明書とかないな、多分はめ込むだけなんだろうけど、あ、回すのか、お、はい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 、最初にこれ外してこうして取り付けるんだ。よし、え、抜ける、どういうこと、ちょっと待って、何の説明書とかもない、これは困った、ギュッて押す、あ、入った、ちょっと待って、これをギュッて押して入れてからこうよしよし、でこっちはこれはもうただのゴム、よいしょ、これなんかシールが貼ってるけどいらないので取りますね、取れない、まあ綺麗に取れました。で、これはもう単純にここに囲ってはめるだけのミラーです。この2つを使って左手の後方確認の視覚をどれだけ減らせるかっていうのにチャレンジしてみたいと思います。はい、コウペンちゃんを運転席から視覚になる位置に置いてみました。で、今こんな状態です。こう後ろ向いてもまず全く見えないし、こうコウペンちゃん姿確認できないですよね。運転席から見ると全然見えないです。ここの位置ここになりますけど、これは運転中にここからは全然確認、ミラーでは全然確認できないですね。で、まず100均のミラーで試してみると、こうか、今100均のやつをここにちょっと見えるの、コウペンちゃんが映ってるの分かります？ミラーが100均のだからなんでしょうけど、曇っててあんまりクリアな視界ではない。これでまあコウペンちゃんの存在を確認できるようになりましたね。次にこっち高かった方、これを、これ強度はあまりないですね。これすごいここの部分硬いんで、まあ ここの硬いのはまあ良しとして、それに周りが見合ってなくてここが割れちゃったり、なんかここがもうすでに割れちゃったりして、ちょっとね強度はあまりないです。これThank you.
でしょうか。今日はあの補助ミラーを2つ取り付けてみたんですけれど、あのダイソーのやつのミラーは取り付けはすごく簡単でした。ただちょっとガラス自体が曇っていて視認性が悪いのとちょっと歪んでるのかな。で、あの表面というかこう魚眼みたいになってないので映せる範囲がすごく狭いです。まあないよりはあった方がマシかなって感じです。で、こっちのあのアマゾンのミラーなんですけど、これは魚眼になってるのでとても視認性も良いし、あの広範囲拾ってくれるのですごく性能は良かったです。ただ問題がさっき見てもらったら分かるんですけど、すぐ壊れました。なんとか貼り付けられたんですけど、強度耐久性はすごくなさそうっていう感じです。で、今回丸い魚眼のミラーだったんですけど、あの長方形のタイプとかいろいろあるのでまた見てみてください。今回あのシガーソケットから給電する電子ミラーのタイプとすごく迷ったんですよ。ただうちあの今バックモニターはシガーソケットから取ってて、すでにシガーソケットが埋まってるっていうのもあったんですけど、バックモニターもたまにこう故障したかどうかって怪しくなったりとか、まあ電気系統の機械どうしても壊れるんで、でこういうミラーって物理的なものなのであのめったに壊れるってことはないかなというか、こう電気が通ってなくても使えるかなっていうのがまず一つ大きかったんですけど、ただ電子ミラーの方がいいなっていうのは、夜になるとあの暗視カメラになるので夜は使いやすいんじゃないかと思います。あの電子モニターの方が。でこれは昼、私はあまり夜車乗らないようにしてるので、で給電しなくてもいいこういう物理的なミラーにしたんですけど、あのやっぱり電子ミラーも性能がいいのが出てると思うので、まあ、電子ミラーでもいいんじゃないかなと思います。あとは何といっても値段ですね。すごく安くつくかなと思います。これでこう後方確認、これから少し安全度が増したんじゃないかなと思います。それでは本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ママキャンでは軽キャンピングカー、テントムシの快適化をいろいろなグッズで試してみたり、車中泊行ったりキャンプ行ったり、主に今4歳の子供がいるんですけど息子との2人旅をこれから撮影していきたいなと思っています。ご興味のある方はぜひ、チャンネル登録とかグッドボタンで応援をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。